黄金色に輝いた干し芋がずらりと並べられています。もうハウス内には甘い香りが漂ってきます。干し芋を作っているのは郡山市西田町にあるきのこ総合センター。震災の前まではその名の通りきのこの栽培を主に行っていましたが、原発事故の後きのこの出荷が制限され栽培を続けることが難しくなりました。そこで5年ほど前から冬場は土地や気候などが適している干し芋作りに転換し、今年も最盛期を迎えています。干し芋は秋に収穫したさつまいも紅はるかを1ヶ月ほど貯蔵し、甘みが増したところで芋をふかし皮を剥いて厚さを切り揃えていきます。その後機械で乾燥させた干し芋を15棟あるビニールハウス一面に並べ、さらに天日に数日さらして仕上げます。今年の出来栄えはというと上々ですね。寒暖の差があったしね、よく干せてます。甘みも糖度も非常にね多いです。そのお味は、ねっとりしていて本当に甘みが強くてとっても美味しいです。その甘さの秘密は原料のさつまいもに。甘くてねっとり系の紅はるかは収穫して蒸して干し芋になるまでにさらに糖度が高くなり甘い干し芋に仕上がるんだそうです。ビタミン D とかね、あるいは腸内環境を良くするというようなことでも、健康食品としては最高にいいと思うんですね。干し芋作りは来月上旬まで続くということです。